番の席に乗り、後から屈伸、マサンドリ陣後を目指します。しばらく歩いてくると左側に桑の関の東鬼門跡というのがあります。ここがその東の桑の関の鬼門跡ということらしいです。ちょうどそこに福島正則陣跡100メートル右というのが出てきます。福島正則陣、東軍の先鋒となった、福島正則約6000人がここに陣を張ったということです。樹齢800年の、大杉、月見の宮大杉と言われています。福島正則の陣跡を後にして、ついに東道高虎の陣跡を目指します。
行ってすぐ右かもしれませんね。いっぺん左へ行ってみます。出てきました。西首塚と西首塚分かんなくなりましたんで、お客さん、この西首塚の方向に歩いていけば、とうとう高虎の陣跡があるということで教えていただきました。すいません、すいません、おばあちゃん申し訳ない、この奥に、この奥にあるんじゃないかと言われたんですが、道しるべも何もないので、とりあえずまっすぐ行って西の首塚を目指します。見つけなかったんですけど、右側に標識がありました。
東道高虎峡谷陣営の跡地陣地跡がこの中学敷地跡関ヶ原中学の敷地の中にあるんですね。これ失礼します。東道高虎峡谷の陣跡はちょうど中学校の正門の中に正門の前にといいますか校庭の中にありました。東道高虎峡谷高友の陣跡です。ここ中山道の南に位置する芝居に陣し松尾山や山中村などの西軍に備えたという